ゆったりシティーズ3回目です。今日は、一応人口が20万になったということで、ちょっとだけ、現状について話したいと思いました。この人口20万人になるまでに、結構やばい状態になったことがありました。で、人口が15万人ぐらいになったときに、いろんな、その区画をどん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 開発を進めて、これ全部高密度ですね。高密度住宅区画とか、高密度商業区画というのを使ってやってました。で、じゃあこの低密度って何のためにあるのかっていうことですね。高密度の方を使えば、早く人口が増えるじゃないかっていうふうに、単純に考えるとそうなるんですけども、すべて高密度でやった場合、人口がこのぐらいになると、かなり大変なことになるなと思いました。で、何が大変なのかというと、要するにここに住んでるのは、ゲーム上の人なんですけども、例えば、こういうスピードで時間が流れてる世界なので、本当に数秒で1日経つわけです。で、我々の実生活の中で、毎週2回燃えるゴミの収集があると思いますけど、それがもし滞ったら家の中はゴミ屋敷になってしまいます。で、しかも一軒家でもそうだと思うので、これが集合住宅になったら、もう集合住宅が高密度にこんなに並んでいたら、ゴミの量は凄まじいものになると思います。で、もうそうなると、例えばですね、今回船とかも来るようになったんですが、ここが貨物港ですね。で、こっちが普通の、港。で、あと、これは前回もあったと思いますが、空港も建てました。空港が、空港これですね。
空港も作りました。でその近くにサッカー場も建てました。でまあそうやって、まあいろんなものを新たに作ったり、あるいは新しい区画の開発をしたりというのをまあゆったりやりたいなということで、まあゆったりシティーズという名前で今動画を撮ってるわけですが、もうここまで来るともうゆったりしている場合ではありません。もうちょっと気を抜くと、まあゴミが溜まってきます。でもうこういうふうに色が少し、まあ正常は水色なんですけども、こういうふうに少し色が変わってきているところ、ここら辺も色変わってますね。まあこの辺も少し危なそうです。この辺も少し変わってます。でこういうのをもう常に見てないといけなくなる。でまあ見てわかると思いますが、この紫色に、紫色はみんなこれゴミ処理、ゴミ焼却場です。まあこれ区画の、ま、中に置いたのもありますけども、まあなんでこんな風にしてるかというと、汚染が出るからですね。で、高密度に、高密度の住宅の区画の中に焼却場を置くと、もう汚染が広がってしまって、まあ、この中の住人はみんな病気になってしまうので、まあ他の方の動画には、まあこの辺に病院を山ほど作って、それで町が持つのかどうかっていうことを、まあネタの動画でやってる人もいますけども、まあとにかくこの住宅の区画の中に汚染を、ま、が汚染しては困る。で、汚染してしまった場合は、もうどんどん皆さん病気になってしまう。で、病気になれば、まあ当然死ぬ方も出てきます。で、そういうやばい状況になると、まあここにも出てますけども、これ放棄されたマークですね。こういうふうにどんどん放棄されていきます。でこういうのはもう壊した方がいいんですけども、一度15万人ぐらいになってなった時に、まあ、ちょっと気を抜いていたら、もう先ほどのマークが、この区画一面にこう表示されてて、まあ、ゾッとするような事態になってしまいました。で、人口も15万人ぐらいいってたんですけども、一気に10万人終わってしまいました。で、まあそれを回復させるのに何をしたかというと、まずこのゴミの処理ですね、それから、教育、まだこれ足りてるとは思いませんけど、もう片っ端から学校を作りました。もうこの紫色はみんな学校です。
もうそ小学校はそこら中にあります。で、学校を、まあこれちょっと高校とありませんけど、学校を充足させて、で、健康状態ですね。まあ、病院がないと、病院がないところは、できるだけないように。で、この平均健康度がまあできればこの水色になるところまでやった方がいいかなと。この辺ちょっと色がおかしいですね。で、こういうちょっと色がおかしいですねというのを、まあ、10分でも放置しておけば、まあ、さっきみたいにこう時間が流れているので、もうあっという間にここは危険な状態になります。しかも高密度なので、よりやばいことになります。で、この辺に出てるこのアイコンは、私がそうやって、まあなんとか町を救おうとして、バタバタしてた関係で、この需要に対応するってことは全くできませんでした。で、これは、これは何かっていうと、原料がありません。で、産業区画の需要があるのに、もうそれをそれどころじゃない状態だったので、もう原料がありませんっていう状態になってしまっています。で、これも放置すれば、この工場は放棄されてしまいます。で、今は放棄された、建物が、まあ、一応ない状態にまで回復はしました。でも、また回復したからといって、まあ、ここで飛行機が飛ぶのを見てたり、あるいは船が着くところを見てたりですね、綺麗な夜景を見たいなとかですね、そういうことをやってる場合ではないと。もう常にこのゴミ処理が充足してるかどうかを、常に見張ってないといけない。で、こう色変わりかけてますけど、ゴミ処理が充足してなければ、この処理場ですね、ゴミ焼却場をどんどんもう建てるしかない。こんなにいるんですかって思われるかもしれませんが、なければもうここはもうどんどんひどい状態になってきます。で、人口もどん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 減ってきます。なので、まあこのぐらいの状態になると、もう街づくりゲームというよりは、ゴミの処理が追いついてるかどうか、病人が溢れてないかどうか、あるいはそのここにちょっと出てますけど、死体が放置されてないか、そういうことを常に監視する
してなきゃいけなくなる、そういう状態になります。まあそれが街づくりゲームの、まあ、醍醐味と思う人もいるのかもわかりませんが、まあこれで人口が、まあ今のまま高密度だけを使って、住宅とかあるいは商業区画を作ってたとして、ゆったりこの街を眺めていられるのかどうか、非常に疑問です。まあなのでそのためにこの低密度区画というのがあるのかなと思いました。でまあ視聴回数取ってる、まあ、動画ではあんまりこういった話はしないと思うんですけども、まあ街づくりをすると楽しいとかですね、まあそういうのは、まあこういうふうに止めてですね、時間を止めてやってる分にはいいのかもしれませんが、これ時間を動かして、やるともうちょっと動かせば分かると思いますけども、街の様子はどんどん変わってきます。でさっきのゴミの状態ですけども、こんなに焼却場があっても多分追いつかないです。で、まあ多分知ってると思いますけども、このゴミマークが出たところにだけゴミがあるわけではない、まああるいは死体、この死体のマークですね、死体のマークが出てるところだけに死体があるわけではないということです。なのでこういうふうに色が水色じゃなくなったところっていうのはゴミが溜まり始めてると思わないといけません。でもそれがもう常に変わります。でそれがそういう区画がたくさんあるっていうことですね。でまあこの辺にも焼却場がいっぱい並んでますが、この焼却場を建てるためだけにタイルを新たに追加したのもあります。もうそうしないと街中に焼却場を作ると汚染してしまうので病人だらけになってしまう。まあなのでまあおそらくこのゲームをゆったりやっていられるのは、まあせいぜい10万人ぐらい、人口10万人ぐらいまでかなと思いました。まあそれ以降になったら、まあ、時間はほとんど止めておいて、まあ、開発してるところがそれらしくなったら少し時間を動かして眺めてみる。それ以外はもうずっと時間を止めておかないと、もう何が起こるか分かりません。もうゴミはどんどん溜まるし、どんどん人は死ぬし、こうやってもうどんどんこれも放棄されていきますね。でまあ、こういうふうにところどころ放棄されてるだけならまだいいですけど、この区画一面にこのアイコンが出たらゾッとすると思います。
で人口もどん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 減ってきます。だけどこのマークがもう全体がもうこのマークで埋め尽くされてもまあしゃかりきになってこう学校を作ったりこういう焼却場を作ったり病院を建てたり警察を建てたり、っていうことをまあ怠りなくやるんであれば、まあ時間がこう時間を経過させても大丈夫なんだろうとは思いますけど、もうそれに追いまくられます。まあ人口20万人でもそうなっちゃうので、人口100万人の人口が100万人になった時に。もう多分時間を経過させて眺めるなんてことをやってたらもうすぐにまあこういう状態になってくんじゃないかなと。でまあおそらくゴミ処理はしなくていいモッドとかですね、あるいは誰も病気にならないモッドとか、あるいは、死体の処理は自動的にやってくれると、もうこの火葬場ももうめちゃくちゃいっぱい並んでますけど、こうやって多分これでも足りてないと思います。でその、まあ、前回の動画で例えばこういうで、まあ、例えばここに火葬場が、3つ並んでます。で、ここから霊柩車が出ます。で、その霊柩車っていうのはどういう動きをするかというと、まあ、我々が知ってる普通の霊柩車っていうのは遺体を1名乗せたらそれ以上は乗らないと思いますけど、このゲームの中の霊柩車っていうのは、この火葬場を出ると、この遺体があるところを順番に巡回していきます。なのでまあ例えばこれが死体のマークだとして、でこの近くに、火葬場を建ててもすぐにそこに行くとは限りません。でそのまあ普通ここに死体のマークがもし出てれば多分そこにおそらく死体があるんだろうなとは思いますけども、その霊柩車を追いかけてると
そういうマークがないところも一生懸命こう回って、まあ、死体を運んでる。多分、一回こう出動すると多分死体を10体ぐらいこう巡回して集めてここに戻ってくるという動きをするみたいです。なのでここのすぐそばに死体があるからといって それをすぐに取りに行くとは限らない。ということのようです。ここにありますね、死体マーク。でここのすぐそばに火葬場を建ててもすぐにここに行くとは限りません。でこういうマークがついてなくても死体はいっぱいあるみたいなので、まあ、特に高密度であればいっぱいあると思われるので、そういうところをずっと巡回しています。まあその方が現実に近いのかもしれませんけど、霊柩車に、死体を5体も6体も乗せるっていうのはあまり現実的ではないですね。ということで、まあ、ゆったりシティーズという名前で動画を撮り始めたんですけど、まあここまで来るとそんなゆったりしていられるはずわけがないということが分かりましたので、まあ、今日は短く終わりたいと思いますが、これをこのまま続けるかどうかっていうのはちょっと分かりません。これはもう続けても多分ずっと止めた状態で街を作って、眺めるときにちょっと動かすだけっていう風に多分なっちゃうと思うので、まあそれがそれではあんまり楽しくないかなと。まあなのでさっき言ったみたいに、まあゴミ処理を例えば省略するモッドとかですね、あるいはこうやって放棄された建物は自動的に壊れる問答とかですね、そういうまあ本来やらなければいけないけども、まあそんなことやってたらこのゲーム自体全然楽しくないってことになりかねないので、まあ、そういう補助的なモッドもあっていいのかなという気がしました。まあなのでこれ人口20万人を過ぎ超えたら、次はここに町を作ろうなんてそんなことを言ってる場合じゃないなと。ましてですね、こんな風に道路をつく、まあ、時間を経過させながらこんな風に道路を作ってる余裕なんか全くありません。もうすでにこう立ってる居住区画の監視をしてるだけでも大変です。
なんか赤いとこありますけど、なんですかね。よくわかりません。今日は、町づくりはやめて、このぐらいの人口になった時にこのゲームがどういう状態になるかっていうのを少しお話をしてみました。で、もうこのゲームをやり慣れてる人はおそらくそういうことは知ってるんだろうと思いますけども、多分動画の中でそんな話はあまりしないと思います。まあ、このゲームがつまらなくなってしまうと思うし、そんな事情を話し、そんな事情を多分聞きたいとは思わないと思うので、動画の視聴者はですね、まあ、ただ私は普通の YouTuber ではないので、そういう話も当然しなきゃいけないなと思って、今日はここまでとします。